します。ソリー！うわあ！おわ、びっくりした。お父さん、テレビっ子の前のみんなが僕たちを見てるよ。ははは、悪い悪い、そうだったな。じゃあみんな、電話が鳴ったら取ってくれ。いつもオラたちを応援してくれてありがとう。このテレビっ子があればテレビの前のみんなとお話できるんだ。お父さん、今日はブルマさんたちと約束してたでしょ。そっか、今日は亀のじっちゃん家に遊びに行くことになってたんだな。みんなも一緒に行こう。よし、ご飯行くぞ。悟空ワールド。今日はね、トランクスが乗ってきた乗り物で過去の私たちに会いに行こうと思うの。ブルマさん、トランクスの乗ってきた乗り物って何ですか？そうだ、テレビっ子を使って早速みんなに聞いてみましょう。はい、よいこの皆さん、うわっ、アメちゃんは引っ込んでなさい。みんな、トランクスが乗ってきた過去のオラたちに会いに行ける乗り物って何だと思う？1、エアバイク。2、キントーン。3、タイムマシン。4、飛行機。答えが分かったらテレビっ子のボタンを押してくれ。ピンポーン！大正解！残念、答えはタイムマシンだ。はーい、みんなのアイドル、ブルマさんでーす。今日はこのテレビっ子を使って過去の私たちのクイズをみんなに出そうと思うの。面白そうでしょ。ブルマー、早く乗れよ。待って、じゃあまた後で。あいたたたた、世界一強い無天老師と言われた時代が懐かしいわい。じっちゃん大丈夫か？じっちゃんは行かねえのか？いや、わしは年じゃ。お前たちだけで行ってこい。わかった。トランクス、テレビっ子をセットしてくれ。オッケー。昔のオラたちのとこに出発！皆さん、これから僕たちの行く世界には絶対に手を出さないでください。もしそんなことをしたら、現在や未来の歴史が変わってしまう。それだけじゃない。下手すると皆さん自身が消えてしまったりするかもしれません。この時代は俺と悟空が無天老師様の修行をしている頃だな。悟空、あれ、悟空は、うん、うん、あ、よし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 、うわ、うん、うん、悟空さん、ダメですよ。さっき言ったばかりじゃないですか。がいたような気がしたんだけど。そうだ、ここでみんなに問題出しちゃうね。俺たちのやった無天老師様の修行ってちょっと変わったことをしながら体を鍛えたんだ。どんなことをしたと思う？1、砂山を作る修行。2、三輪車を漕ぐ修行。3、水中に潜る修行。4、亀の甲羅を背負って働く修行。
を背負って修行したんだ。だから無天老師様は亀仙人と言われてるんですね。亀のじっちゃんの修行のおかげで初めて天下一武道会に出ることができたんだ。よし、じゃあ今度は私もいるところね。トランクス、お願いね。はい。すごい人ですね。あの四角い台の上で戦うわけですね。ああ、あそこから落ちたり参ったと言ったりしたら負けなんだ。どうやら決勝戦が始まるところらしいな。悟空とジャッキーチュンだ。あのじいさん恐ろしく強かったよな。よし、そうだ。あのジャッキーチュンってじいさん、俺たちの知ってる人が変装したんだ。誰だと思う？1、悟空のおじいさんのご飯。2、無天老師様。3、ヤムチャ。4、実は本物のジャッキーチュン。ピンポーン、その通り。実は、無天老師様だったんだ。あれ、悟空が見てるあれは夕月か？やばい、満月だ。オラたちサイヤ人は満月を見るとなんかに変わっちまうんだ。何になると思う？1、大猿。2、スーパーサイヤ人。3、ドラゴン。4、大グマ。大当たり。答えは大猿なんだ。これで俺もひどい目にあったよ。今の悟空たちは大丈夫なのか？心配すんな、クリリン。今のオラたちには尻尾がねえから安心しな。それにしてもすごい迫力ですね。これでサイヤ人の強さが分かったような気がします。亀のじっちゃんの大技が出るぞ。無天老師様はここで悟空を元に戻すために月を吹っ飛ばすほどの大技を使うんだけど、なんて大技だと思う？1、ドドンパ。2、キエンザン。3、カメハメハ。4、太陽拳。答えを見てみよう。カメハメハ。正解だ。違う、カメハメハだね。試合は結局どちらが勝ったんですか？ああ、あの時はジャッキーチュン、つまり無天老師様が優勝したんだよ。強かったんですね、悟空さんに勝つなんて。ああ、本当に亀のじっちゃんは強かった。スケベなところは今と一緒だけどね。ヘアクシー！誰かわしを褒めとるな？ん？
実はわしもテレビっ子を持っとったんじゃ。良い子ならみんな持っとるアイテムじゃからの。イエーイ、仮面兄ちゃんの究極の技講座を始めるぜ。なに、悟空たちの方がいいじゃと。アホアホ。んだ、勝手に始めちゃうもんね。みんなも知っての通り、 Z 戦士たちは数々の必殺技を持っている。ここでちょっと Z 戦士の技を紹介しよう。まずは悟空じゃ。悟空にはわしの伝授したカメハメハがある。これは体中の気を一点に集中して放出する荒技じゃ。そして悟空には海王様から教わった海王拳ともう一つの必殺技がある。さて問題じゃ、悟空が海王様から教わったもう一つの技とは何じゃろうか。1、なぞなぞ。2、バブルス君の捕まえ方。3、元気玉。4、ダジャレ。ピンポーン、大当たりじゃ。ブブ、答えは3の元気玉じゃ。魔漢光殺法。またまた問題じゃ。魔漢光殺法は誰の技じゃと思う。1、わし亀仙人の技。2、ご飯の技。3、ピッコロ大魔王の技。4、悟空の技。おお、よく知っておったの。残念、ピッコロじゃ。ピッコロは体中から気をビーム状に変えて発射することができる。特に魔漢光殺法はいかに悟空でもまともに受けたらひとたまりもないじゃろ。何？もっとちゃんと教えろ。じっちゃん。はて。誰かわしを呼んでるようじゃんが。じっちゃん。うん？じっちゃん大丈夫かな？おそらくこれから無天老師様は。マフーバってやつを使うんだろ。マフーバ？マフーバだと？お前をまた封じ込めてやろう。ここで問題。昔ピッコロ大魔王はマフーバという技で何かに閉じ込められていた。さて何に閉じ込められていたのだろうか。1、湯沸かしポット。2、小瓶。3、やかん。4、電子ジャー。その通りだ。違うんだ、答えは電子ジャーなんだ。外れた。コロさんってあんな恐ろしい人だったんですか。ああ、あの後じっちゃんからドラゴンボールを奪ってシェンロンを出して自分を若返らせ、その上シェンロンまで倒しちゃったんだ。ええ。安心しろ、今のピッコロはいいやつだ。この後孫君は神殿に行って神様に頼んで亀仙人たちを生き返らせてもらうのよね。ああ、シェンロンを復活させてもらってな。なあ、
久しぶりに神様のところに行ってみようぜ。うん。あの人が神様ですか？いや違う、あれはミスターポポだ。神様はあの神殿の中だ。お、出てきたぞ。ここで問題を出しちゃおう。これから出てくる神様はある人物にそっくりなんだ。オラはこの時びっくりしたんだけど、誰だと思う？1. ピッコロ大魔王、 2. 無天老師、 3. 孫悟飯、 4. カリン様。ピンポーン。そうなんだ。ブッブー、ピッコロ大魔王だよ。ごはんさん、よかったですね。師匠であるピッコロさんの昔が分かって。うん、でもちょっと複雑な気分だけど。僕も父さんの過去を見たくなりました。ね、母さん。まあ、この子ったらやーねー。よーし、それじゃベジータに会いに出発。はい。もうこんな星などいるもんか。お、ちょうどベジータが必殺技を出すとこだ。ベジータはこれから大技を出すんだが、オラたちの得意技にすごく似てんだ。なんて技だと思う？1. 拡散エネルギー波、 2. カメハメ波、 3. ドドンパ、 4. ギャリック砲。答えを見てみよう。俺のギャリック砲は絶対食い止められんぞ。そうだね。違う、ギャリック砲だ。今度はナメック星に行ってみない？私まだフリーザ見たことないのよ。よし、ナメック星に出発だ。あは。あれはなんだ？あれはナメック星のポルンガです。うわぁ、さすが本場のは大きいわね。ちょうどフリーザとベジータを出し抜いて俺たちがポルンガを呼んだところだ。地球のシェンロンよりずっとでかくて形もだいぶ違うな。ここで問題。ポルンガには地球のシェンロンと違うところがある。ナメック星のポルンガはすごく大きいし130日で復活できるんだけど、一番大きな違いはどこかな？1. ドラゴンボールはいらない、 2. 願いが3つ叶う、 3. 大暴れしちゃう、 4. ダジャレを言う。その通り。違うね。願いを3つも叶えてくれるんだ。それでピッコロを生き返らせ、その上ナメック星にまで呼ぶことができたのか。だけどこの後フリーザが自分の夢を絶たれて怒っちゃうんだよね。やってくれましたね皆さん。よくも私の不老不死の夢を見事に打ち砕いてくれました。うわー、フリーザが変身していくわよ。
こで問題だ。フリーザはどんどん変身できんだけど、フリーザの最後の姿はどれだと思う？1番がこれ、2番がこれ、3番がこれで、4番がこれだ。そう、答えは4番だ。違う、答えは4番なんだ。この後、悟空がスーパーサイヤ人になって、すごい戦いが始まるんだよな。うん。なあ、今のうちに地球に戻ろうぜ。あ。やっと僕の出番のようですね。お前たちを倒しに来た。倒しに来たって？そんなバカな！トランクス強えな。いえ、でも本当にすみません。悟空さんがフリーザをやっつけるはずなのに、歴史を変えてしまって。いや、オラでもあそこまで簡単にやっつけられるかどうか、礼を言うよ。いや、すげえとこ見せてもらったから、今日はもう帰ろうぜ。腹も減ってきたことだし。ただいま、じっちゃん。大変じゃ。西の都で人間が次々と消える謎めいた大事件が起こっとるそうじゃ。西の都ならこの近くじゃない。なんか嫌な予感がする。行ってみよう。人造人間17号と18号を吸収して孫悟空を倒してやる。悟空さん、実は17号、18号という人造人間が未来の僕たちの世界をめちゃくちゃにしてしまったんです。そいつらが現れたんでしょうか。ああ、会ってみねえとわかんねえが、とにかく強そうな奴がいるのが間違いねえ。確かこの辺りにでけえ気を感じたんだが。待っていたぞ、孫悟空。なんだ、あの化け物は。私は人造人間17号と18号を吸収して完全体となったセルだ。ドクターゲロ様の意志を継いでレッドリボン軍を破滅に追いやった貴様を倒してやる。何言ってんだかさっぱりわかんねえけど、戦うしかねえようだな。セルの姿が夕日の光ではっきりと見えないな。そうだ、みんなに聞いてみよう。完全体になったセルってどういう姿をしているかわかる？1番がこれ、2番がこれ、3番がこれで、4番がこれだ。本当だ、こんな姿だったんだ。どうやら違うようだぞ。すげえ、あいつ波の強さじゃない。この技だ、残像拳。なあみんな、セルは4つに分かれた。本物はこの中のどれかだ。どれが本物だと思う？
オラもそう思うぞ。いや、オラは別のパンチするぞ。こいつだ。そう、この場は一旦引き下がるしかない。しかしこれでおしまいだと思うなよ、孫悟空。悟空、木がどんどん遠ざかっていくぞ。セルのやつ逃げたようだぜ。ああ、だがまたやってくるだろう。もっともっと強くなってな。セルよ、もっともっと強くなって戻ってこい。オラたちはそれよりもっと強くなって待ってるぞ。テレビっ子の前のみんな、今度またセルがやってきたら絶対に倒してやろう。クリリンたちも修行一生懸命やって、みんなでセルを倒すぞ。おー